バー何でもランキングよ。今回第3位はこのメンバー、お斉藤京子、これでキャプテンですね、これちなみに2人どう、あ、なんか入ったんだって感じです。なんか何も考えてなかったんですけど、まあ、入ったんだって感じです。何も考えてないっていうのはバラエティではやめて、それは。キャプテンどうですか、3位入ってますけど、このメンバー井口出ました、真央井口、はい、頑張ってはいるのですけども斉藤京子優しさを感じますね。暑いです、熱中症じゃないよね。男装が似合うメンバーランキングよ、よろしくお願いします。頼むな。3位はこちら、お斉藤京子、あでも分かりますね、うん、4票、あ男か、いやなんか絶対声が低いだけです。あ顔は、うん、あの男ですか、あ男、まあ、声もねあるんですけど、うん、なんか私が骨折した時があったんですけど、うん、その時にチョコをなんか無言で入っててプレゼントしてくれて、うん、それなんで無言なの斉藤京子、それは、いやそのなんかあのちょっと照れで、あだからあこれ食えよってことね、はい、あかっこいい、中身イケメンですね、あとはかっこいいですという、これ金村さん、あらすごい大好きです、目つきがね、はい、かっこいい、目つきが嬉しいでしょ、嬉しいですめっちゃ、ね、はい、絶対無理、用意したんで、まあ、アタック、そう本当の男前であればダサい男装をしても輝いて見えるはず、え金村さん、春日さん、さん私サングラスかけたいです、サングラス、まあいいですよ、でもサングラスとかかけたらこれがいいですよ、これあの目隠したいですね、俺んとこ来ないから、サングラスこうやってやってあのこうチラみたいな、それだったら私やってもいいですよね、私もなんか顔隠しきれ、じゃあ私もまずは3位の斉藤、無言でチョコを渡す硬派男前の仕上がり具合はいかに、俺の女になれよ、笑わないでくださいよ、いやー、3人見ていただき、斉藤さんはあれでいいんですよね、斉藤さんはもう自分自らあれをつけたい、あーもうリーゼント似合いますよね、あー俺の女に触っちゃいけないのあれさ、あー触っちゃいけないもの触んじゃねえよ、ちょっとふてくされてますねやっぱりね、ぶっ飛ばされるぞカトシ、そんないやちょっとこうヤンキーっぽい斉藤京子さんでいいんですよね、どなたですか、京也、京也斉藤京也めんどくせえそうに京也、伝説の総長京也、うん、本番じゃなくて、うん、一期生がくつろぐ楽屋にスタッフがお昼のお弁当をスタンバイ、おまず最初にお弁当の元へ向かったのは斉藤、あ斉藤くんね、実は斉藤ランキングでも3位に入るほどの貪欲さあそうなんですさらに斉藤を確認材料にする高本、意外としたたかなのかもしれない、みんなに指摘されたら、うん、必死に T シャツを伸ばしてこれ斉藤京子から伸ばした、はい、もうしょうがないじゃんね、だってもうそのなんかありえないぐらい小さい T シャツ着てきてキッズ用みたいなのを着てきてキッズ用になんか指摘されて、それでなんかその後なんかこうなんかこうやってなんか一人で隠れながらやってて、うん、それがそれはでもう一個はザスのことだと思うんだよ、いやいや3分リレークッキングよ、私カップラーメンも一人で作れないです、ええお送りします、ちょっともう分かってなかった、なんでどうやってほら分からなくなれるのめんどくさいのその説明を見るのが、あどちらかというとめんどくさいです、どちらかというとどちらかというと、いや言ったことある、さらに3巡目ではジョーカー、うちと斉藤じゃん、あもうこれはいやジャンクジャンク、これはもう負けですね諦めるな、そうだね、ベーコンライス、怖い、うん、いきます、バーン、ナポリタン、
これ俺の書いたやつだ。あ、私も書きましたね。斉藤京子知ってるよな。ナポリタン知ってますけど。ナポリタンは知ってますけど。バカにすんなよ、さすがに。高校のミレーチーム、トップバッターは、さあ次はデータ。ここでついにジョーカー斉藤が登場。お見苦しいシーンもありますが、カップラーメンすら自分で作れない女の奮闘をご覧ください。何これ、見覚えのあるやつ。麺の識別もままならないのか、パスタとラーメンを持ち出し、一緒に作る。何やってんの。なんだ、自分が食べるのか。フラパンに入れる。なんだこの麺2種類入ってるやつ。はい、あ、私は結構進めます。進めます。はい、1分経過よ今。そこに入れんの。作られてるのが全然ないじゃないですか。やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、いやちょっと待ってよ。いや、完全に常軌を逸したレベルの斉藤京子。何やってんだよ。斉藤さん、それは何作ってるんですか今。ナポリタンです。手はさっき洗ってるので清潔なので、皆さん見てる、皆さん安心してください、ね、ちぎって入れんなよ鶏肉を。鶏肉ちぎって入れんなよ。手が洗いたい。うわ、びっくりした。あー、交代、ありがとうございます。早く交代してください。交代です。あ、開けてください、開けてください。京子さん何してんですか。ね、なんか、え、斉藤京子が全部終わらしたもんな。鶏肉ちぎったから結構肉の出汁が出てんのよ、十分に。なるほどね。でこれ麺いけんぞと思って麺食ったらもうほんと一気に地獄。ということで、ハイハイを期したミレーチームにはしっかり後片付けをしていただきました。やばいそれ。絵心ミュージアムよ。逆に絵が下手なのは、ああ、まあ斉藤京子でしょうね。自分ではどう思うんですか、斉藤京子は。私ですか。うん、自分で絵は。私でも、あの、色塗りがすごく得意です。色塗り。絵が上手いのは金村、下手なのは斉藤という意見があったが、果たして二人の絵心はどうなのか。メンバーの似顔絵描いてきました。よっ。はいはい、頼むね。さあここで新内斉藤の登場。メンバーからの評価はいまいちだが、果たして。見せてごらんなさい、あった、うん、お、色付きだね。色塗りが得意なんだ。そうか。正解聞いてみましょうか。え、正解は井口真央です。あら、違う、井口なんだね。あ、髪型的にそうか。ダンスをするときに、うん、あの、もう最悪この世の終わりみたいな顔するんですけど、そんな感じの顔です。その時の表情ね。あ、一生懸命私のためにこんなに色を塗ってくれて愛を感じてすごく嬉しい、愛されてるなって思いました。はい、なるほどね。もう長めなコメントありがとうございます。続いてのテーマは走り高跳び。続いては謎多き斉藤。え、横から見た映像です。横から見る、そのなんて言うんですか、あれ、バーってこと。あ、はい、それです。 あの棒を飛んでるところを左から見たもんです。左から見た、左から飛んでたら、あの、飛ぶべき棒でしょ。はい、柱じゃなくて。はい、左から描いたつもりなんですけどね。左って何。これは何、もう一個の柱ってこと。それは踏み台です。踏み台。え、なかったでしたっけ。ないないない、それ飛び箱じゃねえんだからさ。踏み台だとしても、どういうことなんだ。え、どういうことですか。いや、こっちは似てるんだ。これクッションで、ね、うん、これがこれで、これがこれです。飛んでるけど高さが見えないっていう写真です。え、それがこれなんですよ。上からでしょ、だから。え、上からに見えますかね。これです、これ。これ、あの、こう立ってるんですよ。え、結局斉藤以外誰も理解できず、皆さんはこのイラストの謎わかりますか。カクラオデッサン。それはそうなる。それでは行きましょう、よーい、スタート。
でも位置が早く回っております。で続いては斉藤京子さんの作品見てみましょう。春日こちらです。おうまいんじゃないこれに関しては。やっぱり色塗りが得意だから、ね、しっかり描いてくれましたね。